ある静かな午後の一コマですね。犬の秘密基地団始まるよ。パクパクもぐもぐ、やっぱりおやつは美味しいな。どうも、犬の秘密基地です。こまるちゃんのおやつタイムから始まりました。そしてそのおやつに寄ってくるパピートイプーのチョタロウくん、フーさんもちゃっかり狙っていますね。チョタロウくん、さすがにスタウト兄さんの高さには届かないようです。ある静かな午後の一コマですね。フーさんからの、こまるちゃんからの、チョタロウくん、パピートイプーに見せつけるかのように美味しそうにきゅうりを食べる小町ちゃん。さすがにチャトロー君もきゅうりが食べたそうですね。小町ちゃんはパピートイプーに少し困惑気味の様子です。まったりしている小丸ちゃんのところへ、チャタローハウスからこんにちぷーと出てきました。チャタロー君、こまる姉さんは夏から行ってしまってちょっと大変そうです。その間に狐のように丸くなって寝るスタウト君、そろそろお迎えが来てお家に帰る予定のチョタロウ君、チョタロウ君の犬の秘密基地での夏休みがそろそろ終わるようです。最後はフーさんに見せつけるかのようにおやつを食べて腹ごしらえしてお迎えを待ちましょうかね。チョタロウくん、また秘密基地に来てください。スタウトお兄さんとマルチーズのソラくん、ソラくんの耳はこんなに立ってましたっけ。パピートイプードルのチョタロウくんがいなくなってちょっと寂しそうな3人。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があれば、ワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと、私、プーさんの動画ブログも時々配信していますので、見てください。よろしければ、チャンネル登録もお願いします。